こちら金ちゃん農法お試し補助のナス、えー、畑なんですけども一時期あのー、高温と乾燥で瀕死の状態にあったナスなんですけども雨が降るようになってきて葉っぱが展開してますねでここ見るときれいなナスが1個ついててなんか回復これからまた秋ナス食べれるのかなっていう感じがしますね なので、いっぱい、こんなやつがついてたんですけど、こういう汚いやつ全部落として、秋ナスに行きたいって感じですね。もう半分諦めてたんですけど、またナスが食べれそうで嬉しいです。こちらの、トローリーマナスの方も同じように、あの、なんか黄色くなった、 ミーとかあったんで全部落としてまた綺麗な白いナスが取れるように取れるといいなっていうところですね花も咲いてるんで食べれると嬉しいんですけどいい感じですあの先週ぐらい最後に使っておとついぐらいにまた使って堆肥を運ぼうと思ってたんですけどもなんか運ぼうあの動かそうとして エンジンかけようとしたんですけど、全然、うんともすんともかからなくなったので、いろいろ、あのエンジンの調子なんか、どっか悪,く悪いのかなと思って、見てたんですけども、とりあえず、キャブレッー,ーの掃除して、プラグも変えて、新しいプラグに変えて、で、リコイル引いてみたんですけど、 あのプラグの点火が点火されないっていう症状があるので、ここのイグニッションコイルが壊れたんじゃないかっていうことで、ここのパーツを Amazon で注文したところなんですけど、で、その、このイグニッションコイル配送待ちっていう状況です。なので、せっかくいい天気でもあるのですが、堆肥が運べないという状態です。 なんか時間もったいないなーって感じもするんで早くできるだけあったかい晴れた日に堆肥をどんどん運びたいんですけどなかなかうまくいくことは運ばないですねでこんな感じでキャ,リキャブレーターとか掃除するのも初めてでいろいろネットを見ながら触ってたんですけどここかなと思ってとりあえずストップしててまあ分かんないしってことで。 ノーキ屋さんに来ててもらって軽く見てもらったらやっぱりあのプラグの火花が出ないっていうので次まあここかなっていうことででこのパーツが来たらまた納キ屋さんに連絡して見てもらうっていうことになってますなかなか機械物は壊れると自分で修理とかできないまあ勉強すればいいんですけどわからないのでやっぱり納キ屋さんが来ていろいろ触って 直してるのを見ながら勉強もちょ,ちょっとずつしてるんですけどなかなか一個ずつ確認していくの大変ですね知識がないんで全然わからないですねまあ、このイグニッションコイル交換してエンジンが動いたら嬉しいんですけど早く対比を運びたいところですいろいろ自分で触ってみてエンジンの構造というかどこに何があるのかっていうのを なんとなく把握できたんで、これからメンテナンスとか修理とか自分でできたら楽しそうやなと思ってます。ブラックデッカーのマルチエボで、このノコギリヘッドを使って、あの邪魔な木を切ってたんですけど、こいつもミニローダーと同じく、同じくっていうか、ミニローダーみたいな感じで、このマルチエボの本体が動かなくなっちゃいました。なので、 あのネットで見てみたらこのモーターを交換して修理してるっていう人もいたので僕もそれに習ってこのモーターをアマゾンで注文してで交換してみようと思ってますで現在はそのモーターの到着待ちという感じですねなんかいろいろ使ってたらどんどん壊れて作業も進まず悶々とする日々ですが まあ,できることまあ今掃除とか片付けとかちょっとずつやっていくのかなと思います、えー、分解していたあのブラックデッカーのマルチエーボなんですけども、えー、モーターがやってきてこれ古いやつなんですけどモーターを取り替えてで組み立て直しましたでバッテリーつけて動かしたらこんな感じで 治りました。良かったです。修理成功です。